STS-41G はアメリカ航空宇宙局のスペースシャトル計画の13回目の飛行であり、チャレンジャーの6回目の飛行である。チャレンジャーは1984年10月5日に打ち上げられ10月13日にケネディ宇宙センターに2度目の着陸を果たした。七人の乗組員を乗せた最初のミッションであり、また初めて二人の女性宇宙飛行士及び、 初めてのカナダ人宇宙飛行士が登場した。さらに、初めて女性の宇宙遊泳が行われた。STS-41G は IMAX カメラを搭載した3度目のミッションである。このミッションで撮影されたフィルムは、1985年のザドリームイズアライブという映画で使用された。展開中のアーブス展開中のさあ e アンテナ宇宙遊泳中のサリバン1984年10月5日7時3分、ケネリ宇宙センターからチャレンジャーが打ち上げられ、STS-41G のミッションが始まった。チャレンジャーの6回目の飛行であり、スペースシャトル計画の13回目の飛行であった。搭乗者は7名の乗組員で、これまでの一度のスペースシャトルの打ち上げでは、最大の人数であった。 機長はロバート・クリッペンであり、これが4度目の宇宙飛行で、しかも6ヶ月前にも宇宙に行ったばかりだった。パイロットはジョン・マクブライドであり、その他3人のミッションスペシャリストと2人のペイロードスペシャリストが登場した。マークガノはカナダ人として初めて宇宙を訪れた。サリバンは1984年10月11日に3時間の宇宙遊泳を行い、 宇宙遊泳を行った初めてのアメリカ人女性となった。打ち上げから9時間後、2 3 0 7ラムの大気放射収支衛星がシャトルリモートマニピュレータシステムによってベイロード米から展開され、スラスターを噴射して5 6 0トルの軌道に放出された。この衛星は地球が 太陽から受け取るエネルギーの量と宇宙への再放射の量を測定するために計画された3つの衛星のうち最初のものであった。また、赤道地方から国地方へのエネルギーの季節移動の観測にも用いられた。ミッションのもう一つの主な目的は、シャトルイメージングレーダー B の運用であった。サービーはオスタマイナス3の一部であり、地球を撮影するためのラージ。 フォーマットカメラや大気汚染を測定するためのマップスと呼ばれるカメラから成り立っていた。サービーを用いて撮影された画像のレーサービーは STS-2 で行われたオスタ -1 の改良バージョンであった。これは8枚パネルのアンテナで飛行の真中ずっと運用されていたが、チャレンジャーの空体アンテナが故障し、当初の計画通りにリアルタイムで地球に伝送できなず、 機体上の記録装置に記録されることとなった。ペイロードスペシャリストでアメリカ海軍研究所のスカリーパワーは一連の海洋学の観測を行った。ガノはキャネックスと呼ばれる医学、大気学、気象学、材料学、ロボット学に関連するカナダ政府委託の実験を行った。後にソビエト連邦のテラマイナス3が1984年10月10日に 低出力レーザーでチャレンジャーを追跡していたと報じられたが、この説は乗組員によって完全に否定されている。8日と5時間23分33秒のミッションで、チャレンジャーは地球を132周し、529万 3847km 飛行した。1984年10月13日12時26分。 ケネデ宇宙センターのナサシャトル着陸施設に着陸した。この施設が利用されたのは2度目のことであった。アメリカ合衆国の国旗の青字に描かれた13個の星は第13回目のスペースシャトル計画であることを示している。一方、黒字に描かれた17個の星は当初の計画名が STS-17 であったことを示している。 それぞれの乗組員の名前の横には性別マークが描かれ、ガノの名前の横にはカナダの国旗が描かれている。宇宙シアのコリン・バージェスの著書オーシャンズ2オービット、ザ・ストーリー・オブ・オーストラリア、S ・ファーストマイン・スペース、ポール・ス・コーリー・パワーでは、STS-41G のミッションが詳細に描かれている。NASA では、 ジェミニ計画の時から伝統的に宇宙飛行士のために音楽を流すことをはじめ、アポロ15号では初めて宇宙飛行士の気象のために用いられた。それぞれの曲は宇宙飛行士の家族等が選んだもので、しばしば各人にとって特別な意味を持っている。ありがとうございます。